横の方から大きな声で、なっちゃいますけど、ああいう風に。2468にあるわ。2468だけじゃないな。ストーカーは故意法違反や。法律違反した方は負けや。世界のルールは法律や。一人で歩け。一人で名前と住所と電話番号言ってみ。自分で今言ってみ。ほら、それやろ。それも石油の残存量とかみんな大真面目に考えろよ。本当にないぞ。1998年ぐらいの頃69年分だったから。もう今は54年分や。もうお前らがおじいさんになった頃ないぞ。もうロシア1万5000メートルもそこまで掘ってくれてんぞ。さっき、まあ、2分ぐらい前ですけども、あの一人大声でこっち側に物を言ってきた男、これ警察の方で画像解析してもらえますか。多分もうだいぶ前から大騒ぎしたやつだと思いますよ。多分子供の頃からで大人になったバージョンで、今日も学生で、そいつらの親族か友達とか兄弟関係とかで、この辺の人間とかで、もしくは遠征組、まあ、この辺の人間の可能性の方が高いですけども、ここの、この近辺の学校通ってたとしたらですよ、中学校。まあ、大体この辺だったら北高とか三田高でしょう。で、そこ通ったら通ったで、そういう連中で組むでしょう。なんかもう三田学園なんか野球、長い間甲子園出てないでしょ、大体のことバレて。昔は一応ね、三田学園何回か甲子園出てるんですよ。まあ、こういうことです。